はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。9日目みんなでバトルやっていきましょう。もう残りあと2日しかないから、もうねエスプラスにねなれないっていうことはねもう分かったよね皆さん。もう分かりましたよね。逆に言ったらもう4800切ってどんどん下がるんじゃないかなって思いますんで、もう逆にここはもうテンションぶち上げマックスでもう行きたいと思います。もうこっからはねレートとかも関係なし、もう関係なしでもうマジでもうテンションぶち上げマックスでいこう。もうちょっとでもう1日目からねもうちょっとで S プラスになれると思ったんですが、もう絶対なれないのは分かりました。私ピオキングはもうサトルピオキングですけど、もうここはもうレートとかいいんだもう。よしオッケー。そしてこのまま走っていきたいけど、スター、やった、俺が取ったと思ったらマジかよ。多分あのでっかいあのなんていうのあれあれあれ倒したらいいよね、あの角の生えてる紺色のやつ。ちょっと名前わかんないな。これを取っていこうか。よし、先に俺が取ってしまうぞ。オッケー。待って、危ない危ない、よしよしよし、危ない危ない、よかったよかった。オッケーオッケー。で、このままジャンプして渡る。そしてここ怪しいよね、なんかここ怪しいんだ僕が思うに。お、なんか、あー騙された。騙された。まあいいや、このまま渡っていきましょう。あの一個怪しいな。よし、オッケー。そしてあの左の、あー取れない取れない、オッケー。これを取って左に戻るピオキングですが、ここで踏まれないようにしていきたい。このキノピオに踏まれないようにしていきたいと思ったけど、オッケーオッケーオッケー。まあ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 、でゴールかな。ゴールではないでしょきっと。これなんだ、騙されたなこれ。それじゃあ戻って右に行くか。よしオッケー。危ない、よしでジャンプジャンプジャンプ。そして右にねルイージがね鍵2つ持ってるんですよね。あれが怪しいな。お、一応鈴があるのかな、どっかに。待って、俺もそっちに行きたいな。よし、透明度感に入るとそこにはね長い長い透明度感が待ってます。できっとこれめっちゃ長いと思う、なんか上ずっと続いてるもんね。で、あーキノピオゴールした。ダメだ、もうこれは間に合わないな。まあ負け続けてる僕ですけど、まあねいくら負け続けてもやっぱテンションだけはちゃんと上げて楽しくやっていくのが僕のモットーです。だから動画の最初にも言った通り、あのルイージまたいるな。え、なんかよく会うよねあの人、めっちゃしてんのかな。っていうか視聴者さんの方で僕と当たった人いるかな。まあ昔僕にねコースをくれた方で当たった人はいるんですけど、まあその時はね嬉しかったですね。さてこれはどうしよう。待って待って、よしオッケー。で、まずね、よしオッケー。これどうしよう、上に行きたいんですよね。オッケー。あー待って、これはまあいいや、こっちから行こうか。なんかキノピオのいる方めっちゃゴールできそうだけど、やっぱりそうか、やっぱ向こうからゴールできるか。そして最近僕ですねピオキングっていう名前を変えようかなってねちょいちょい思うことがあるんですよね。まあなんでかっていうと、ちょっと覚えにくくないピオキング。まあ今更名前変えるのもねずっとねやっててどうかと思うんですが、なんかね最近ふと思ったんですよ、ピオキングっていう名前を変えようかなって。2文字とか3文字とかの方がね覚えやすいんじゃないかなって思うんですよね。うっそ、ちょうどいいな、ちょうどよくそんな踏まれる。めっちゃジャストタイミングじゃん。よし、それじゃあこれ下から行けるかな。
下ちくわブロックがあるけど、よし、よっしゃ、鈴があった。これは心強いな。そしてこれはどうしたらいい？オッケーオッケーオッケー。まああんまり意味ないけど、まあマグマに落とされないように気をつけていこうか。オッケー、おーし。なんだ、あ、待ってくれ。こうなることは分かってた、こうなることは分かってた。まあまだね、勝てるチャンスはきっとあると思うんで、これにゆっくりいけるってもんでしょう。左のね、大きいドッスンを倒せば、倒せばっていうか、まあ下ろせばよかったんでしょうね。よし、それじゃあ待って、危ない。で、オッケー。そしてこのまま渡ってく。そしてこうか。オッケーオッケーオッケー。なるほど、こういう渡り方もあるのね。そして猫になる。そして左か、左でいいのかな。オッケーオッケー。で渡ると、あ、これオートスクロールみたいな感じで、このまま右でいいのかな。見えないな、これオートで上にどんどん上がっていくやつか。でここも上がる。そしてこっちか、左ね。そしてこっちでいいのかな。でこっからどうするんだろう。でまた上に上がればいいのね。オッケーオッケー。待って、当たった。なんかノコノコに当たったんだけど。よし、でここでジャンプで、ね、オッケー。そしてまだまだ上に上がる。結構長いな上。あ、待って、危ない、ちょっと待って、落ち着け落ち着け俺。よし、危な、待って待って、早く早く早く行かなきゃ。よし、で危ねえ。そしてこっちか。でここもノコノコがおるから気をつけよう。でこのまま上に渡ってく。上長いな、めっちゃ長い。あんまりね、上に先急ぐとこういう風にね、ノコノコがめっちゃいるから気をつけていこうか。でここは渡ってもいいね、乗ってもいい。そしてジャンプ、 OK。 意外とみんな落ちてこないね、うまい。でジャンプで、この土管は入っていいのかな。あ、入っていいっぽい、 OK。そしてここも渡る。で左上に行く。あ、待って、危ない、ちょっと待って。よし、うお、あ、なんか入れた。よし、そして、あ、待って、これは負けたか。まあでも一応2番手。まあ一応ゴールできたからいっか。いや、ほんと最近調子悪いな。まあそんなに上手くないっていうことは分かってるんですけど、運要素の強いコースって多いですよね。それでもね、負け続けるってことは、やっぱりね、運も実力っていうわけじゃないんですけど、やっぱ実力なんでしょうね。実力が足りないからね、どんどん下がっていくっていうことなんだと思うんですが。でこのまま走っていく。走っていくと、なんか一本道っぽいな、なんか大丈夫かこれ。あはははは、最悪だこれ。お、え、何、ゴールしないの、どうしたマリオ。逆にかっこいいんだけど。逆にかっこいいんだけど、ゴール以外は俺はいらねえみたいな。まあ意外とね、今勝ったコースもね、運要素が強いって思う方もいるかもしれないんですけど、まあそれでもね、1番手で走り続ける、まあスタートの時に1番手を取れるっていうのは、やっぱり実力なんじゃないかなって僕は思います。よし、それじゃあ次は2人かな、始めていきましょう。お、かわいい、ミナセクラリさんか。ああいうアバターもいいよね。ちょっと大きいけどね。ちょっとミナセクラリさん、アバターめっちゃでかいけど。さて、これは毒が上がるステージかな、どうなんだろう。よし、で、ジャンプ。おー、ちょっと待って、ラグ、ラグいから。よし、で、土管に入ってく。
そして次は何があるんだ、ゴールかなんか、おー、ちょっと待って、危ねえ、よし、そしてゴールだえ、さっきもだけどちょっとコース短くない？9日間やり続けて初の2連勝こんなことある？9日間もやり続けて2連勝が1回、それ以外ほぼ負け、勝率で言えば相当ひどいですよ多分。それでもね、 S プラスになるためにはやり続けて自分をね鍛えなきゃいけないんですよ。鍛えなきゃ。こんなね、あんまり上手くない僕でもみんなでバトルは強くさせてくれるんですよ。っていうか対バン多くない今日めっちゃ多くない？2連勝したのも両方対マンなんだけど、もしかしたらこれで3連勝なるかな。それじゃあですね、一応これでラストバトルにしたいと思います。よし、譲ってくれたんですけどなんか譲ってくれたんですけど、最初 OK。 そして次は、あー待って、危ない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 、やめてやめて待って、危ないから、マリオ OK。 よし、そして次はオッケー、あー待ってスターを取ったもんだから、もういや、スターのせいじゃないだ、ベルを取ったもんだから遅れたわ。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはこれで終わりたいと思います。次のみんなでバトルで10日目です。次の10日目でですね、15連勝ぐらいすると、まあ S プラスになれるかもしれない。まあそんなわけねえけどまあそんなわけないけど、一応ですね、このみんなでバトル10日連続企画は次でラストになります。それじゃあまたね。